アデニンは核酸を構成する5種類の主な塩基のうちの一つで生体内に広く分布する有機化合物である。プリン骨格は糖ともアミノ酸とも異なる独特の形状をしているにもかかわらず、アデニン、グアニンのほか、コーヒーや茶に含まれるカフェイン、ココアに含まれるテオブロミン、緑茶に含まれるテオフィリンなどを構成し、また最近ではプリン体をカットした。 ビールなども販売されるほどありふれた有機物である。アデニンは、シアン化水素とアンモニアを混合して加熱するだけで合成されるため、原子の地球でもありふれた有機物であったと考えられる。1番号 1H3H7H9H 体 H H H の互い変異性体を取ることができるが、気相などの孤立条件下で確認されるのはほぼ 9H 体である。でおシリボ核酸では、 ミ民とリボ核酸では、裏知ると2本の水素結合を介して双方的に解合するプリン塩基。対応するヌクレオシドはアデノシンである。3つの重要な補酵素、補酵素 A、ファド、およびなどの構成成分であるほか、最も重要なエネルギー物質である ATP の塩基部分であるなど、他の核酸塩基に比べ生体内で利用される場面は多い。プリン代謝によって合成される。 これは、リボースマイナス5リン酸を、グリシングルタミンアスパラギン酸、テトラヒドロヨウ酸などを用いて、イノシン酸に変換し、そこから、AMP や GMP を合成する経路である。酵母では、ホスホリボシルにリン酸を7段階で AMP に変換するアデニン経路がある。1885年、アルブレヒト・コッセルにより、水臓から抽出されたため、 線を意味する古代イギリシャ語エーデンにちなんで命名された。かつてはビタミン B4 とも呼ばれたが、現在ではビタミンとは認識されていない。だが、ビタミン B であるナイアシンやリボフラビンと結合し、などファドとなる。エミール・フィッシャーは初期のアデニン研究者の一人である。1961年のジュア・ン・グローによる実験では、水溶液中でのアンボニアとシアン化水素の 重合反応によって大量のアデニンが生成されることが示されたが、これが生命の起源に影響を及ぼしたかどうかは結論が出ていない。2011年8月8日、NASA は地球上の隕石の研究から宇宙空間において DNARNA の原料であるアデニングアニンなどの有機分子が合成されている可能性を示唆した。ありがとうございます。